水が下ったりこの川ですね、吉野川の、ね、本流でございます。吉野川の全長は194キロ、亀がめっちゃ水であるので高知県を通って徳島湾に流れ込んでおります。別名は四国三郎と言われまして、静かに流れてる時はこうしてお隊たちを楽しませてくれますけども、台風の時は地味で抱いてる岩の頭は水の中になる時があります。この砂や小石などの水の圧で岩の表面を、ね、削りながら自然に、ね、磨き上げていきます。左手国土の方前方を見上げていきますと、国道沿いに金網が、ね、張ってますけども、ちょうど金網の前方を見上げていただきますと三角になった山が見えてますけども、この上ですね、ホケミ峠と言いまして、この上に古くからある街道がこの上にございます。内緒の道ではございますけれども、現在はこうしてね、左は国道がしてます、右手の方は鉄道がしてますけども、その当時はまだ国道も鉄道もなかった時代ですから、この上のホケミ峠を歩いてたんですね。大股で歩くと危ない、小股で歩いても危ないということで、この辺りの地名ですね、大ボケ小ボケの地名がついたんです。私は今、JR 大ボケ駅の近くの駐車場にいます。さっきね、あの車の中ね、私も、まあ、片付ける途中で後ろから、お姉さんお姉さん、これ行こう、これね、今夜の鍋料理するでしょ、これ入れたら美味しい、うまいですよ、これね持ってきたんですよ。見たらね、あの作業服着てるの、地元の地元のお父さんはあのこれ持ってきたんですよ。軽トラックから降りて、どん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 、なんで私に、まあちょっと、あのじゃあこれ何のものですか、みかんですか、生で食べれますか、生でちょっと食べれん、ゆずですか、違うで、私はあの今旅のものですね、旅中ですから、料理はじゃあ明日の鍋に入れてねって言われたんですよ明日の鍋行こう じゃあこれ何ですか、もう気をつけてな、でなんかさて行ったよ、格好よくてね、結局ね私もわからないですよ、あの結構早口の、まあ、徳島弁ですね、あの何の果物ですか、もういただきました、まさかこれボケじゃないですね、この果物の名前ボケじゃないですね。まあ冗談ですけど、ご親切にありがとうございました。